こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今、緊急事態宣言がまたね、1都3県だけは発令されましたけれども、飲食店だけが20時までということなんですけれども、微妙なくくりの商売のところ、ね、そういうところ、施設はどうなってるのかというところで、一つの、例を挙げたいと思います。ネットカフェありますよね。で、あれ、まあ、ホームページ見れば早いんですけれども、特にね、でもね、快活クラブとかっていうところ、ちょっと自分がね、利用させていただきましてね、この間。で、ホームページにも何も書いてないんですよ。コロナだからどうたらとかっていうのがなくて。で、今はどうかわかんないよ。今はわかんないけど、この方、撮影してる段階では全く何もなくって、まあ、料金も特に変わらず、そして飲食提供ね、ネットカフェってほら、飲み物とか、あと、まあ、電子レンジでチンして出す食べ物ばっかりなので、調理師がいるようなレストランとはまた違う扱いになるわけじゃないですか。だから20時までに、食事は20時までなのかとか、多分そこ皆さんちょっと気になるところだと思うんですけども、それは全くないです。で、じゃあ営業時間短縮をやってるのかって言ったらね、やってないです。まあ、そこに関してはよ、そこのネットカフェに関してはやってない。じゃあ何時までなの？24時間営業です。24時間営業です。そして飲食も、何時だろうと提供はしているということです。で、ただ、オープンスペースなドアのないネットカフェだとかは多分そこで食べれるんですけど、飲むのはいいんですよ。どこの部屋でもいいんですけど、ドアがついている個室の部屋があるんですよ、実は。最近行ったことない人は分かんないと思うんですけど、俺も久しぶりにネットカフェ行っていまして、ドアがついてて、しかもオートロックで鍵かかるんですよ。で、鍵もこういうんじゃなくて、これね、ピッそこのフロアに入るのも、扉付きの部屋のスペースに入るところも隔離されてるんです。またピッてやって、ウィーンって開いてね、ウィーンって開いて、そこから入っていって、その各部屋もP なんですよ。カードをこのぶら下げてね、ピッって、こういうのがあって、これピッってやると開くんですよ、ガシャッつって。で、これ忘れちゃうと大変なんで、部屋の中に入れっぱなしにしといて、外出てってドリンク取り行こうなんて思ったら、ガチャッつってオートロックで閉まっちゃうんで開かないんですよ。で、そしたら係員呼んでやるしかないっていうね。今そういうシステムになってて、ただそのね、隔離されてる部屋っていうのは食事 NG なんです。なぜなら隔離されていて、扉もついている、要は換気ができない状態、要は換気扇がついてるけど、で、そこで食べ物を食べたら、まあ、いろんな汁物とかあるわけじゃないですか。飛ぶじゃないですか。そうすると飛沫感染の一つの原因になるわけですよ。じゃあどこで食べるのって言ったら、オープンスペースがあるんですよ。外、そのフロアの外の方にラウンジみたいにこうあって、各ブースが一人一人の椅子になってて、あと2人の席もあるんだけど離れて、セットされてて、そういうところで食べ物は食べるというね。そういう分類はちゃんとしてるみたいで、ただネックなのは、トイレが汚いで、トイレがじゃあ汚いってなんで嘆いてるのかっつったら、だって飛び散ってるわけじゃん。それどうなのと。もうおしっことかね、まあうんこは流れるけど、うんこ飛び散らすやつはいないと思うんだけど、ね、しっこ飛び散ってるわけですよ。で、特に立ち便器の方はひどいです。足元にこぼれてるんで、だから一切そこを利用しなかったです。もう息止めてね、入ってって、大きい花の、ね、個室の方入って、で、個室もあれちゃんとね、蓋閉めて流してくださいね、皆さん。終わった後もする前に一回蓋開いてる時あるんです。怖いんですよ、これ。だから蓋閉めて流してから、用を足すんですね。で、また蓋閉めて流す。で、アルコールとかありますんで、もちろんちゃんとやってね、こうやってやって、手洗って出ていくという形で、なるべく少ない回数利用するようにしました。トイレ我慢してね、少し。で、結局ね、まあ暇だったんで、まあ、8時間ぐらいいたわけですよ。8時間パックっていうのがあるんで、まあ、動画見たりとか、あとは本ね、漫画本読んだりとかっていうのをやって、8時間ぐらいいて、まあまあそこそこの料金高いんですよ、その個室の方はね。まあ、VIP ルームみたいな感じなんで、もちろんそういう安い方行くと人が何人も利用しててね、高いところ利用しないから、そういう理由で、まあ、高い方を利用して、もう3密絶対ならない空間を提供してもらったわけですね。で、なんとじゃあ客はどうなのかって言ったらね、かなり入ってた、客はね。で駐車場満員、夜帰る頃、夜ね10時ぐらいだったかな、ね、10時過ぎ、夜の10時だ、22時過ぎたのに駐車場がもうほぼ満員だということは利用されてる。であとビリヤードやってるところもあったりする。でビリヤードやってる人もいたり、カラオケはさすがにね、でも音聞こえてたから何人かはやってんのかな。カラオケ絶対行かない、絶対行かなかった。でビリヤードもやんな、本当に個室の中にいて、まあ動画見たりとかね、漫画読んだりとかって、漫画もちょっと汚いのもあるけども、まあそれ言ってたらキリがないんで、まあ、しょうがないという形で、まあ一応ね、インターネットカフェね、ネットカフェはどういう今状況なんだ。埼玉県内に関しては特に時間の制限もなく、食事も20時までとかっていうのもなく、普通通り通常営業をしていますよということですね。もしね、まあ、行くところなかったら、そういった3密にならないようなところも行ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人個人楽しみ方とかモラルとかね、考え方違うと思いますけれども、やはり他者と接触をなるべく控えるという、ねことをやってみてください。あとは大勢で出かけないとかね。だから家族連れですよ、要注意ですよ。よく家族連れゾロゾロ来てる人いますけども、まあ本当に無責任だなっていうね。やっぱりどっちかが留守番して子供の面倒を見るとか、そういうのをねやるべきかなと。半分でいいじゃんっていうね。だから6人家族だと3人3人でいいじゃんって、順番で買い物行くという、ね、1組が帰ってきたら片方が行くとかね、別々で行くとかね、車2台とか埼玉だったら持ってる人いますから、別々で行くとか、大勢にならないっていう、何人とかそういうのはね、根拠ない、ね、エビデンスのないことなんで、とにかく大人数にならないような形をする。でも、ね、1人の人から見れば、5人、6人って大人数になるわけですよ。大人数、うちが大人数の家族じゃないよっていうのは、そういうのは通用しませんので、他人がどう思うかっていうのは、やっぱり、ね、考えて行動するといいと思います。まあ、いろんなね、制約があって世の中生きづらい状況になってますけれども、モラルを持って、そして自分たちは最低限気をつけることだけはやりながら過ごしていくといいんじゃないかなというふうに思います。あくまでも個人的な意見です。いろんな意見があると思いますけれども、それが自分の意見が正しいと思ったら自分の意見に従ってください。あくまでもこういう人がいますよ、そしてこの今いろんな制限がある中で、この業種、インターネットカフェという業種は今こういう状況ですよっていうお伝えする動画となります。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。